僕はあの2000年にですね「九 <laughs> 景の森」という住宅を作ったんですけどそれがあの自分の家なんですね。それであのもう、まあ、設計してたのは20代の頃28とか9歳の時に設計しててで出来上がったのが2000年なんですけど。 あのまあ、実際に建てるっていう場合その予算とかねあのいろんな要条件が当然あって、えーまあ、純粋にこう概念を100%あの具体化するっていうせめぎ合いが必ずあるんですけど特にやっぱコストの部分は非常に。 あの建築にとっては大きな制約だし、まあ、ハードルなんだけど僕の,その自転自分の家の場合はそのコストの制約が、まあ、ある意味こういい,い,いこうきっかけになってあのいい建築が作れたと今でも思ってるんですけどなんかこう、まあ、あんまり住宅を作ってるっていう感覚はなかったん ですけどね、まあ、自分が日々暮らす家を考えるので僕はあの自分が過ごす空間は快適じゃないと嫌なんでどうやったら自分にとって快適なんだろうってことをかなり考えてた気がするんですけど、まあ、そ,その考えてた時に思い浮かんだのがちょっとあんま制約制約が制約っていうのはその ここはあのダイニングだからダイニングとして使わなきゃいけないとかここはリビングだからリビングとして使わなきゃいけないみたいな制約のない住宅を作りたいなっていうか空間を作りたいなというか居場所を作りたいなというのが非常に大きかったですねまあそのためにいろいろな、まあ、コストを前提ですけど いろいろなことを考えた結果が区、まあ、計の森という住宅につながったわけですね。でまあまた作りたいかっていうと、まあ、それはその予算が許せばいろいろなとこに作ってみたいっていうかむしろあの、まあ、ルイス・バラガンって、まあ、皆さんもご存知な。 有名なメキシコの建築家がいますけどあのルイス・バラガンは、えー、40歳ちょっと手前からあの人のために設計することはやめると宣言してあの自分で土地を買ってでその自分で住みたいと思う家を作ってでそれをまあ販売してでまたその資金で 他の外区を買ってみたいなことをやり始めるわけですね。だから僕らが今知っているルイス・バラガンの,あの建築のイメージはその頃から作られ始めている。だからその建築家、まあ、バラガンにとって一番こう、まあ、純粋なっていうかあい,い,いいものが作れるきっかけは 全部自分でこうプロデュースし始めてからだっていうところが面白いなと思っててかすごい羨ましいなというふうに思っててなんかまあ実際難しいと思うんですけど僕もなんかそういうことができるとすごい楽しいだろうなと思うことはありますね。まあ、だからあと世界中に家を持てたらいいですよね。<laughs> あの この時期はここで暮らそうとか、まあ、仕事が許せばそういうことができるとすごい幸せですよね。そういういのに憧れますね、はい